ティッシュもらっちゃった誰かに。A 君のイラスト見せてもらった。 A 君のイラスト？ A 君あ、はいはいはい、 A 君はい、なんか言ってたね。見せてもらった。今日ようやくどうだった？綺麗。想像以上だった。あ、すごい。ボーちゃん、モシャみたいな印象。ああ、俺ヒゲモシャモシャしそうで。でもすごいなと思う。これ、はい、だからカラーとか見せましたけど。トレセンアカデミー。人は見た目によらねえな。でも反感食らってることには変わらない。そこでなんか例えば見せました、はい、相手の反応を褒めてもらいたいから嬉しいじゃん、うん、普通の人ってああいえありがとうございますみたいなさ、うん、そういう感じで言われてるみたいな、うん、やつの悪いとかそこで自慢話が始まるところがよく見る。そうなんだ。みんな話を聞いてないから結構話すごいな、次から次へといっぱい出てきて楽しいなって。もう暑い。言うてうちに害ないから別にインドにどうでもいいよ。あ、周りのみんなの気持ちは分かるけど、うん、気持ちは分かるけど、うちに別にそんなにペースが違いないから別に。たまにマウント取ってくるときあるけど別に。はいはい。なんかマウント取れない相手だからちょっと嬉しそうだなと思って。え、なんか足取れて大村さんって思ったら、まあね、そんな感じで見せて、うん、今日も夜景が綺麗だな。暑い。壊したね。壊したね。しょうがない。腹減って胃が出ちゃって、胃が出ちゃった。お腹すきすぎ。今日暑いね。今日なんかやるの？ロードショー。あれ？ジブリ？先週もののけ姫だったじゃん。暑くね。はあ、あの肺に穴開いた。今日も俺ダメみてえだ。散歩は任せたぞ。はあ、疲れたね。あの配達の車多分あれ佐川だと思うんだけどさ、車両進入禁止のところもう一回また入ってたんだけど、あの人クレームしてるのかな。どこだ。Thank you.
したけども。ああ。